い、こんばんは、シムTVへこそ。本日はですね、前回の続きになりました。県道31号線新町の道路改修工事、とりあえず舗装が終わりましたんで、そこを車でゆっくり走ってみました。あそこはね、制限速度最高が30キロなんですよね。それでは動画の方、さていかがでしたでしょうか。人は道を作り、その道が人を育てる。これね、道っていうのはすごいロマンがあることだと思うんです。まあ、古道最近っていうのも改修工事は歴史に残ることだったと思います。本当に記念的な動画にもなると思います。で、今度ラインが引かれた後もまたゆっくり走っていく。今後ラインが、そうですね、横断歩道時速何キロ、そういうことを書かれた、もうその線が引かれた後もまたゆっくり走ってみたいと思います。それではまた次の動画でお会いできれば幸いです。以上、シムTVの動画をお送りしました。よいしょ。